はい、私、大越真一でございます。本日はどうもこのような機会を与えていただきありがとうございます。私の講演ではですね、グリーントランスフォーメーションを先導する高度人材育成スプリング GX プログラムの取り組みということで、昨今ですね、国が強く推進しております博士後期課程の学生、いわゆる我々ドクターの学生と呼んでいますけど、それの支援活動についてのですね、取り組みについて、説明をさせていただきたいと思います。この支援プロジェクトの規模はですね、博士後期課程 D1 から D3、医学部の医学系研究科の D4 を入れて600名という人数の支援プログラムでございます。まずですね、この国が取り組んでいる取り組みというのはどういうものかというのを説明させていただきたいと思います。新聞等で博士の学生さんを支援しなくちゃいけないというのは、皆さんよく目にしているところかと思うんですけれども、それについて国が本格的に予算を投下して支援をするというものでございます。プログラム自身はここではスプリングと訳させていただきますけれども、次世代研究者挑戦的研究プログラムです。で、2021年10月から開始ということで、規模はですね、年間170億円で6000人規模の博士課程の学生を支援するという大規模な支援でございます。で、まずですね、これちょっとどういう事業なのかというのを、多分新聞ですとそこまでしか書いてないと思うんですけども、実際にはどういう支援を国は考えているかというのを簡単に説明させていただきます。そもそもの事業の目的は、博士の課程に進む学生さんがすごく最近減ってきているということで、なぜかというと経済的な見通しが立たない、それから将来の就職が心配であるといったような社会情勢を受けて、若い学生さんたちがどうしても萎縮して博士に進んでくれないと。それでは将来の日本の科学技術はどうなるんだというのをみんなが心配している。したがって国はそれを支援したいということでございます。どういったプロジェクトにするのかということなんですけれども、単なる奨学金ではなくて、プロジェクト研究という形でのですね、設定となりました。すなわち大学側が、ですね、国に予算を申請して競争的資金として獲得するというようなシステムが今回使われたということでございます。で、そのですね、支援が続くある5年という期間、このプロジェクトの申請が続くんですけれども、その後は昨今言われております大学ファンドと言われる10兆円ファンドです。これの運用益でその後も続けていくということで、長年にわたりこの博士の課程の学生を支援していくというプロジェクトでございます。ただし先ほどのような理由ですので、すでに奨学金とかをもらっている、そういった学生さんは遠慮していただいて、今もらっていない学生さんに支援したいということでございまして、それが対象学生となっております。具体的な数字の話を後ほどいたしますけれども、で、そのような博士の大学で博士の支援を、大学にいる博士の後期課程の学生を、JST と言われている機構がサポートするということなんですけれども、その時にですね、各大学ともどういう提案を持って、来いというような仕組みになっておりまして、でそこの事業統括を置いて、その事業統括がその600人の博士後期課程をどのようにして育てて、どのようなそのビジョンでその学生を育てるのかと、それで評価すると、場合によっては落とすというようなことでございまして、私どもとしてはどうしてもそれはやっぱり博士課程の学生を支援するためには必要ですので、一生懸命考えたということでございます。なおですね、その事業統括は大学から1名のみが申請かということになりまして、基本的には競争的資金ですので、その事業統括の事業統括のですね、支出能力とビジョンを見るというような審査でございました。で、それなので、それがそうですね、これから最後お話しするところまで全部つながっていくんですけれども、我々東京大学としてどういうふうにしようかというような話になったわけですけれども、東京大学としてはその6000人というのはですね、すみません、6000人プロジェクトということなんですけれども、全体で1万5000人ぐらいです。今日本でですね、1年間にいる博士課程の学生さん、でもこれは一番多いときは1万9000人ぐらいだったんですね、2000年の最初の頃は。で、これが20年近くかけて、1万5000人ぐらいまで減ってきちゃってるということです。そのうちの6000人を支援すると、1学年2000人ということで、支援するという、そういったプロジェクトでございます。で、ここに書いてありますように、3年から5年の計画で、その後大学ファンドの運用益資金につなげるということを念頭に置いているということで、この公募がですね、2021年の6月11日に出まして、ちょうど今から1年前ですけれども、
で、それで東京大学としてはですね、その600名を、6000人の国の規模に対して600名、1割を、ですね、目指すという、1割、そもそも600名という人数はですね、もし支援していただくと、東京大学は1学年大体1500名の博士課程の学生さんがいます。まあ、それのですね、1学年に割ると600人ですから200名になるんですけども、1学年あたり200名増加いたしますと、今現在ですね、20万円近く、まあ、18万円程度の月々支援をいただいている学生がですね、いるんですけれども、まあ、それが 14% 分上がるということで、現状 35% がすでに18万円ぐらいの支援を受けているんですけれども、それが 50% 近い、49% という数字まで広げる、増やすことができると。もうそうすればですね、東京大学の博士課程の後期課程の学生さん、ドクターの学生さんは半分こういった支援を受けながら研究をすることができるということになるわけです。ということで、まあ、そこまではいいんですけれども、まあ、東大の幹部の方で考えましたんでしょう。テーマはグリーンっていきますと。で、それで、統括は大越さんやってくださいというふうに、まあ、呼ばれて、まあ、やることになったということでございます。それでですね、じゃあそのテーマ GX というのはいいんですけれども、じゃあどういうふうにしてこれを東京大学としてこの支援を受けていくために競争的資金に勝ち残らなければならないわけですけれども、まあこちらにあるようなメンバーでタスクフォースを組みまして、ちょうど1年前になりますけれども、まあ2ヶ月近くですかね、毎日のように夜集合して、まあズームですけれども、どういった取り組みとして東京大学はこれを申請していくのだと、まあ、それはただ申請ということじゃなくて、東京大学の博士の課程の学生全員に何かを発信することに我々はなりますので、それを踏まえた上でどういうふうにして組もうかということを決め、まあ、考えていったわけです。で、まあ、ちょっと今度お金の話なんですけど、支援額としてはどうしようかということになりまして、これは1人頭290万円を支援していただけます。で、290万円なんですけれども、そのうち18万円かける12ヶ月の216万円、これがですね、学生さんの口座に入るいわゆる生活費相当額の奨励費です。で、その他に、ただ奨励費生活費だけではなくて研究費がつきます。ただし研究費はですね、一律なんか上げるというのではなくて競争的資金にしなさいと。だから頑張ってる学生、成果が出てる学生は多くつけて、そうじゃない学生はまあ少なめにというようなことで、まあ、事業統括配分経費と呼ぶんですけども、そこで、ちゃんと成果に見合った配分をしなさいというような形になりました。ということで、まあ、ここの場合はですね、それがトータル74万円、まあ、これ一つで学生と違うという、この重点配分の部分が金額が違ってきます。まあ、総計600名ですと 17.4 億円の、まあ、資金が東京大学に提供される、ということになります。です。まあ、大事なことはですね、まあ、こういう話を今しているのも、これすべて血税ですので、国民の皆様方が、やっぱり今の博士の課程の学生さんたちが心配であると、そのもちろん日本の未来の技術も、そして自分 の、 その子どもたちも心配であると、その血税をここに使っていただけるということを、よくよく我々認識して、それを学生さんたちに強く強く主張しないと、お金がいきませんので、そういうことがあって、今、これ説明させていただいております。で、結局ですね、東京大学としてはですね、グリーントランスフォーメーションを先導する高度人材育成、スプリング GX というテーマで、提案するということになりました。でですね、まあ、このテーマ、最終的にこのタイトルは私が付けさせていただきました。その上で、これからその GX というものを一体どういうふうに捉えるかという話をさせていただきたいと思います。その前にですね、審査の過程で事業統括の資質能力が問われると。いうようなことがございましたので、こちらに書いているように、まあ、今まで私がやってきたキャリアについて、まあ、人材育成の部分、例えば海外派遣をしてきたとか、あるいは、博士のダブルディグリーというのを、まあ、うまく提唱して実現してきたとか、あるいは国際共同研究の実績をどれぐらいですかとか、あるいは産学連携をどれぐらいの経験がありますかと、これ、すべて審査基準に書き込まなければいけないので、まあ、そういうものを書きまして、でその上で、今度は、実際に研究者としての能力はどうですかということも、まあ、問われますので、まあ、基礎研究、私は後ほど説明しますけど、化学をやっている研究者なんですけども、その基礎研究から始まって、その作った、まあ、材料が一部実用化されたりして、まあ、社会にこう貢献できたという経験を、まあ、ベースにですね、
まあ、今回提案したんだぞということで、まあ、その実績について説明させていただいております。この QR コードありますけど、その研究内容は今日はちょっと詳しく話すわけではありませんので、もしご興味があれば、まあ、それを見ていただければいいかと思います。で、まあ、そのようにですね、こう自分がやった基礎研究で作った材料が、まあ、世の中に役に立つんだなということを実感して、まあ、その過程でですね、まあ、いろんな企業の方々あるいは大学関係者の方々と一緒にやっていくわけですけれども、まあ、ここに名前の顔写真が出ていますけれども、石井直子理事ですけれども、この先生 の講義をですね、まあ、特別講演を、まあ、逆に私がこのような方皆さんみたいに聞いてすごくびっくりして感動してしまったところで大きな気づきがあったという話をさせていただきたいんですが、今地球環境としては危機的な環境であると、常にここの公開講座でも話題になってますけれども、で、まあ、これはですね、過去10万年の気候変動について書かれているものでございまして、関心性に入ってきたこの 1.2 万年ぐらいがまあ、エジプト文明とかも見て分かる通り文明が花開く時期となります。それはひとえにこの短い期間だけ非常に安定的な気候になっていて、だから我々人類はすごく繁栄できて技術をどんどん進めてきたんだということなんですけれども、いつこれがタガが外れるか分からないという状況になっておりまして、でこちらのなんかこう溝があってこうボールがあるようなやつはですね、これがこのスルスルスルと安定化していくっていうこの先が CO2 の上昇などによって気候変動が起こりうる、その起こった瞬間からすごくホットハウスハウスというふうに気温が高くなってしまうという、今まさしくその境目にあるんだと。ですから COP26 などで議論になっているかと思うんですけれども、2030年あたりで非常に危険な状態になりうるということを、まあ、今説明されまして、でそうすると私ども世の中に役に立つ材料を作って、でそれでって言ってるのに地球そのものがなくなってしまうんでは何をしているのかもうすでにわからないじゃないかと。だとするならば私たちはそこに目を向けて力を合わせていく必要があるだろうと、まあ、すごく感じたところでございます。まあ、というような話をさせても聞きまして、まあ、どういった博士課程を育成していきたいかというように考えたのがこちらでして、まあ、私自身が基礎科学の研究者だったと、それから応用科学的な研究をして応用的な研究をすることによっていくばっかの、まあ、社会貢献ができたというようなことですね。でそれをですね、今度はその、まあ、作ったものが、環境に役に立つような材料だったりしたもので、もっと広く見て GX っていうそういったものを考えたときに、それを中心にいろんな産業界の人、あるいは海外の人も、それから、企業の人もですね、接していくことによって、GX 人材を育成していきたいというふうに考えたということです。で、ここで今定義する GX というのが一つキーになっておりまして、一般にグリーントランスフォーメーションというのは、CO2 の、上昇による気候変動、温暖化ですね、によって、環境が破壊される、それをですね、抑制する技術をグリーンイノベーションで、そのグリーンイノベーションに伴う社会変革をグリーントランスフォーメーションというふうに、まあ、一般的には定義するんですけど、ここではもう少し広く定義をしておりまして、地球の営み、結局地球の営みが一番重要ですので、30年後なんですけども、地球たってもですね、地球の営みをよりよく管理するということを、グリーントランスフォーメーション、その方法の変革をグリーントランスフォーメーションと、まあ、定義いたしまして、若手研究者として博士後期課程の育成像として、まあ、もちろん好奇心を忘れずに常に挑戦的な研究を進める研究者であり、それから今言ったようなグリーントランスフォーメーションが人類社会の営みそのものであるということに鑑みて、専門以外の多様な分野を知り高度で幅広い教養を身につけた人材であること、でその上でさまざまな分野の研究者と創発的研究が積極的に行える GX 人材というものを育成像とするというふうにお書かせていただきました。もう少し今の話を繰り返すんですが、地球規模の課題を解決するためには全分野にわたる多種多彩な問題と対峙してそれを解決しなければならないと。ですからカーボンニュートラル SDGs、 それはもちろん当然なんですけども、気候変動をどうにかしなきゃいけない、地球温暖化を防がなきゃいけない、だけれどももっと広く見てたときに、例えば分断の問題、貧困の問題です。例えばアフリカ地域ではですね、小学校、ただダイバーシティっていう話も、あるいは貧困って話もするんですけれども、貧困な地域では、アフリカの貧困な地域ではですね、小学校の就学率は男性、男の子と女の子では、女の子の半分しか小学校に行ってないんだそうです。
これから来る地球の危機に対して、みんなで助け合って、みんなで知恵を出し合って戦っていかなければいけないのに、最初から小学校の段階から教育を受けていないということなのであっては、もちろんさっき言ったような地球規模の課題を解決することはできないでしょうと。昨今、昨年の時にはまだそういう紛争というか、今のような状態になっておりませんでしたけれども、皆さんが今、心配されている世界的な情勢、これやっぱりそういったものもですね、解決しないと、いくら私たちが CO2 を抑制しても、地球は救えないんではないかということで、我々東京大学の学生さん、すべての分野が存在し、すべての専門家、エキスパートが存在しています。その人たち全員が深い学問を学び、深くより専門性を知った上で、お互いを交流して、地球規模の課題に向き合っていける、そういった心と気持ちと、そしてネットワークを持っていただきたいというのが、ここのですね、大学院教育のビジョンということでございます。ということで、すべての学術分野を俯瞰する、オール東大で GX 人材を育成すると、すべての分野がこれに対象となるということでございます。繰り返しますけれども、対象とする学問分野は人類の営みと関係する分野、すなわち全分野にわたるということでございます。ということで、東京大学全体、全部ですね、全15研究科、それから11、府知研究所、それから後ほど説明しますが、修博一貫の学位プログラム、WINGS と呼ばれているもの、すべてがこれに参画して、GX 人材を育成していくという取り組み、推進ビジョンでございます。でまたですね、その JST からの、ですね、要望というのは、ただ支援だけではない、それを支援した以上は、国民に何かが説明できるんでしょうねと。どういった新しい科学イノベーションを作ったんですかと、これだけの予算を投下するんですということで、それも睨みながら、我々は作っていくと、もちろんそうであって初めて支援する意味もあるんだと私も思うんですけれども、30年後の世界を牽引するような GX 人材を規模感を持ってあらゆる分野に、そして新しい技術の目を、社会変革の目を作るんだというのがコンセプトでございます。結果的にですね、後ほど説明するけど、採択されました、600人の申請で600人、満額回答というふうにちょっと答えたんですけども、認めていただいて、学内公募をしたというのは、これから話をするんですけれども、でその上でですね、いくつかのプログラムを提案しますということで、一つは、基幹プログラムとして、その600名の学生さんに、こちらにあるのは GX 俯瞰講義、GX グッド未来講義、それから GX インスパイ講義といった講義を用意すると。これですね、600人が全部のズームでつながると、今はここ会場と、それからネットでウェビナーでつながっているかと思いますけど、こちらの場合はですね、600人全部顔を見せながら、お互いでズームつながるというような取り組みをしておりまして、それによってですね、博士後期課程の学生が、全分野の学生が一堂に会して議論をするというのは初めての取り組みということで、そういったことを提案してきております。でそれからですね、海外派遣プログラム、産学リーダーシップトランスファルスキルというのをですね、統括オフィスというようなオフィスを設定して、それから全19ウィングスがそれをサポートするということで、いろんなプログラムを彼らに提案しております。で運営チーム体制は従いまして、ちょっと小さくて申し訳ないですけれども、こちらにあるのはですね、本部の理事、副学長の先生方、それから、各部局のですね、副研究課長やセンター長の方々、それから、WINGS、19あるWINGSのコーディネーターと、まさしくですね、東大のオール東大で、体制を組んでいるということでございます。で、これから選抜体制どうするんだということなんですけれども、選抜体制はどうしたかというとですね、600人に対して、1回目の公募で1000人の応募がありました。で1000人の応募があってですね、その600人を選抜するということで、各ウィングスの方で第一段階の選抜を行い、学生さんたちから応募書類をいただいて、第一段階の選抜を行い、統括をして第二段階の選抜して、600人を選ぶというようなことを行ったわけです。遡って10月に募集をいたしまして、今言ったようにですね、600名の学生さんが、に対して1000名の方が応募していただきました。でこの春にですね、またさらに、春の4月にも募集を行っております。でこちらがですね、その600名の内訳ですけれども、
当初出すときにやっぱ1000名ということが逆に400名起こってるんですよね。だからそれだけ学生さんたちはこの支援が欲しかったんだということが本当につくづくしみじみと感じてるんですけれども、まあ、その採択された600名はこちらにあるように、すべての研究科に広がった形で、採択されております。これは私ども研究科ごとの人数を決めてるわけでも何でもなくて、本当に審査をするとした結果、やはりこのようにばらついたということでございます。で、先ほど言いました4月生の募集は186名の定員で募集したんですけど、そちらは400名の応募があったということでございます。倍以上の倍率で博士の学生の支援が求められているということかと思います。これはウィングス19のウィングスの中の分布図ということで、その学生さんはスプリング GX の学生でありながらも各ウィングスにも準会員として所属していただいて、そちらで提供するコンテンツを受けれるようになっておりまして、それもまたその応募も合格者もこのような形で19ウィングスにすべて広がっているという結果になっておりまして、ウィングスというのは例えばこちらにありますような漢字で書かれているものがありますけれども、大学はその部局がありまして、例えば私ですと理学系研究科、あるいは農学系研究科で、そういったその部局って呼ぶんですけど、その部局を横断するして、それで修士と博士を貫いて修博一貫の部局横断型のプログラムというのを東京大学はこの長い時間をかけて作ってきておりまして、でそれが今19個までできていると。でその19校は、いいんですけども、でそこのところで審査基準とかいろんなコンテンツを持っているというのを、今利用するということをして、円滑に運用していると。でスプリングの場合はそれが全部屋に広がってということとなっております。ここは連携して進めてきていると。で実際にですね、採択者説明会、もう少し言いますと、申請をして、それからヒアリングを受けました。ヒアリングも本当に統括1人、私1人ヒアリングを受けるということ で合格判定をいただいて600名いただけると。でそしてさっき言った選抜を行って、その時に、行った採択者説明会のイメージがこちらになっております。600名が本当にこうやって顔をですね、見せてつながるっていうのは大変な話で、通信的によく動画の話してる動画だけで映って、あとの人は動画落としてるっていうのが結構多いかと思うんですけど、これ全部オープンしてるとものすごく重いんですよね。ですので、これはスタジオを使って、こういった特殊なことができるスタジオを使ってやっています。で、実際にやると約束したグリーン未来交流会、それから GX 俯瞰講義、GX インスパイ講義というのをですね、ヒアリングの時にそんな600人がつながってできるのということを言われたんですけれども、実際やってみせたというのがこちらになります。最初ですので、ちょっとつながれるかどうか心配だったので、グリーン未来交流会パイロットということで私がやったということですけど、ちょっとその時の動画がありますのでお見せいたします。これより採択者説明会およびグリーン未来交流会を開催いたします。今日はこのズーム会議に東京大学全分野の学生たくさんの方がいらっしゃっております。皆様こんにちは、東京大学の事業統括を務めます大越です。それでは早速、じゃあグリーン未来交流会の内容について、タイトルはですね、物理化学を基盤としたグリーンマテリアルの創生ということで、私自身は基礎化学で研究をしていますけれども、それから応用研究ということで、私どもの材料、このミリ波領域を全部カバーできるような吸収体を作ることができまして、そういったことで我々の材料、IoT 社会のビッグデータのセキュリティということに関して、ロンドンの科学博物館、デバイスミュージアムロンドンに特別展示していただくということがございました。今度は熱エネルギーの話です。200度 C 以下の排熱ってこんなにたくさんあって廃棄しちゃってるという、ラムダをですね、冷やすとこれはずっとラムダのままいるんですね。でだけども圧力を押した時だけこの差の分だけ熱を吐くということで、新概念ということで蓄熱セラミクスというふうに提案させるということで、基礎研究からですね、気づきを通して社会貢献へつながるというようなこと内容でございます。社会にインパクトのある研究テーマを思いつけるのでしょうかという、と違うことをまず出発点としている応用というよりも、やっぱり問題を解決するためにどういったことをしますかという、いつでも何かうまくいく手はないかっていうふうに思っていただけたら、大体3割近くが基礎研究で、過半数の7割が応用研究、いろんな分野の人をできるだけそれぞれの感想を、その中で一つ提案として、なんかスラック
とかあのコミュニケーションツールとか使っていただけたら、なんかそういう場もどんどんできる。 GX プログラムで、まあ、どういうあの位置付けとか、まあ、あのみんなの幸福のために、研究がどうあのグリーントランスフォーメーションにつながる治療薬を開発することで、まあ、自然環境にちょっと短いスパンでやる研究がいいのか、まあ、長い、期間でやる研究がどちらがいいんでしょう、まで分かってきてかなかったことや新しいことに挑戦していくのはやはり大事なんじゃないかという。ありがとうございます。本当に短い時間だったですね。この箱を作ったことによって皆さんがお互いを知って、お互いをネットワークを持つ、うまくいってるなというふうに思いますので、本格的にあの指導していきますけど、今これ講演は約1時間ほど行って、その後学生さん、まあ、600名近くいるんですけれども、基本的には Zoom です。で欠席、まあ、何かで欠席できない人はオンデマンドで聞きなさいということでオンデマンド収録されています。でその後です、講義終わった後このブレイクアウトルームに分けて、10個のブレイクアウトルームに分けて、そこにあのメンターとそれで自分たちであの座長をやってディスカッションをしなさいということをしています。それでその、まあ、私のやった講演に対して例えばディスカッションする、それからもっと自分たちが普段考えているということについてディスカッションする。で皆さんあの申請してきた人たちは GX に、について、語ってくださいっていうか、 GX についての構想を述べてくださいっていうのをもともと申請書に書かせてますから、今まで GX って考えたことなかったけど、 GX って何だか分かんなかったけど、自分の研究を通じて GX って何だっていうのを書かせてるんですね。で書いたものを読んでますので、だからやっぱり皆さん GX の意識持ってて、でそうすると自分がやってることの GX とどこの分野が、実はこういう分野の人たちに話聞いてみたかったんだと、ビジネスって観点、あるいは法律って観点でこういうアイデアっていけるんだろうかとか、そういったことを、まあ、ここの場でですね、ブレイクアウトルームに降りてあの皆さんの話できるように、まあ、したできるようになったということで、アンケートをそんな取ってるんですけれども、まあ、非常にですね、あのそういった今まで会うことがなかった、まあ、おそらく博士課程で全然違う分野の博士課程の学生が交流するってことはまずまずないんだと思うんですけど、まあ、こういう、まあ、先ほど言いましたが箱を用意したことによってそういう交流が生まれてきたということで、あの価値があったのではないかなというふうに思っておりまして、また先ほど言っているようにもう皆さん大人ですので、あの私が考えるよりも先生こうした方がいいんじゃないですか、ああいうやり方もありますよ、コミュニケーションツールこういうのありますよってどんどん提案が上がってくるというようなことで、あの非常に活発に交流していただいているのかなと思います。もう2つあの例をお見せします。あのもう1個はこの副統括をお願いしています GX インスパイア講義の方で、熊田さんのやつですね。放電圧放電現象を光で探るというタイトルで、お話しさせてください。社会への出口ということですと、もう本当に電力ネットワークに大きく関係しています。近年 のカーボンニュートラルの流れを受けて電力ネットワークも大きな変革期を迎えています。でそれ何かというと、再生可能電源、太陽光であるとか大規模な洋上風力の発電所、そういったものが大量に電力ネットワークに入ってきましたので、どうやって消費地にあの電気を輸送するかって、そこを考えなくちゃいけないっていうあの問題があります。例えばシングルショット測定だとか、そういった方向で の発展とかっていうのは進んでいるんでしょうか。で当然シングルショット撮影考えたくて、奥行き方向の分布はもう取らずにシート状のレーザーにするとか。フィルターをこの周波数に選定した理由っていうのは、入るだけの発光ちゃんと出てますかっていうのがまず一つで、その余分なスペクトルがなるべくなくてノイズが少なく、もんだ必ずしも同じじゃなくても研究のポイント要素となるところをお尋ねになった、そういうこれを聞いてみたいと思う、そういう力を身につけたいなというふうに思いました。レンズを使った実験のところで顕微鏡について応用できる知見が、いただけた。内容はちょっとね、あのかいつまってしまってわからないかもしれない、こんな感じであの議論をしているということです。で最後に一つだけ、あの編集が間に合ってないんですけども、徳永先生の俯瞰講義の場合は徳永先生にも副統括をお願いしております。皆さんこんにちは、あの心理学創生科学研究科の徳永と申します。今日はですね、まあ、俯瞰的にものを見るということの一つとして、地下の環境っていうものを一緒に考えてみるということをしたいと思います。東京のですね、この新宿とか松戸とかって書いているところは少し標高の高いところですね、台地になっているところです。その間に低地、下町低地があるわけですけれども、その下に60メートルから70メートルぐらいの深さの古い谷が埋まっています。
地域問題として考えてきた地下環境なんですけども、そういうものとグローバル環境問題というものの紐付けっていうのをしていくことも大事なポイントかなというふうに思っています。はい、私もこの地域に住んでるんで少し驚いたんですけども、まあ、こういった講演を前回していただきまして5月31日でした。で、次回はですね、あさってなんですけども、先ほど説明しました石井直子理事が講演をしていただくということで、先ほど言った関心性の話を本当にしていただけるタイミングとなっております。ということで、それでですね、まあ、学生さんたち、ああいった方、ブレイクアウトルームで議論した後、それスラックとか、あるいはそのブレイクアウトルームで議論してもらって、それでその中で自分たちの考えてた、研究室ではちょっとできなかったんだけど、こういうアイデアでやってみたいんだと、でそれが GX 的であれば、もうそれを申請してくださいということで、プロジェクト、自発融合、自発的融合プロジェクト研究ということで、複数の学生さんたちで提案していただいて、まあ、それをですね、プロジェクト研究費、まあ、これは50万円という金額ですけれども、それを支援していくというのを今、スタートさせて、すでに19件ぐらい動いているということでございます。これはスラックですね。スラックというのは、スラックという、ちょっとツイッターみたいな、LINE みたいな感じなんですけれども、これでいろいろ議論ができるということでございます。それから産学連携支部海外派遣プログラム、コロナだったのでなかなかちょっと海外派遣ができなかったんですけども、これからようやくコロナのが収まってきたので派遣ができるようになってきたということで、基本的には中長期的な派遣をイメージしているんですけども、ちょっとこういった状態なので、まあ、ちょっと短期の派遣も考えているということでございます。それからですね、やっぱりどんどんやっぱり自分が発信していくということで、セルフプロモーションビデオを作ろうということになりまして、こちらにいるその動画をお見せしてますけれども、自分のテーマについて1分半で説明していただくと、で、まあ、GX についてどういう貢献があるかということも説明していただくというセルフプロモーションビデオを作っておりまして、まあ、それをまあこれから公開していくということでございます。それから WINGS が提供するコードスキル養成プログラムということで、いろんなものをこの19の WINGS から提供していただいておりまして、ここにはちょっとその例だけを載せているんですけど、120個もコンテンツがあってですね、そこに所属する学生さんはいろんなものを取れるようになっています。最低1個自分が所属巡回員として所属している、WINGS からは1個取るようにっていうのを必修にしてますけれども、それ以外に取ることもできるということでございます。でですね、これの報告書を提出させたんですけれども、先ほど言ったようにですね、すごく活発だし、アンケートを取っても本当にこういう支援があってよかったと、ありがたかったというふうに彼ら言っていただいております。でその上で、だけどもそれをやはり成果で見せなければ続かないよと。だから彼らは自分たちもよかったから、これはどんどん将来の学生さんたちにもつながってほしいって言われておりまして、でだとするならば、まあ、これプロジェクト研究ですから、やっぱり君たちがしっかりして、そしていいものを出していくということが重要ですよということで、まあ、報告書を出せって言ったら600人、なかなか報告書ってちょっと、ね、締め切り守れなかったりすることもあるじゃないかと、600人ビシッと締め切りまでにネットで上がってきまして、ちょっと意識高いなと私は感動しておりますし、それからいろいろな、まあ、こういった形の報告書を作らせています。これはうちの卒業生ですので、こんな形で研究と、最後にこれは卒業したので10年間追跡調査があるということで、そういったこともこれからもフォローしていくと。でそれから言いましたように、スプリングの成果として本事業の中で要求されている非常に重い部分がありまして、これは先週も JST と話して聞いたんですけども、と話したんですけども、我が国における科学技術の発展やイノベーション創出で適切な還元が期待されるものと、必ずこれをやった以上は還元してほしい、還元されるべきであるというふうなものでございます。まあ、当たり前だと僕も思うんですけども、まあ、ということなんですが、まあ、すでに学生さんたちですね、こちらにあるように、まだこれは3月末でしたので、11月、正確には11月スタート、3月の報告書でしたんですが、まあ、論文も225編出ておりますし、まあ、特筆すべき、まあ、仕事ですね。いくつかの仕事、これだったら海水を真水に変えるような新素材を作ったとか、あるいは地球に優しいシリコンウィハーの平滑化技術を開発したとか、あるいは新しい磁気メモリー、電力の低い磁気メモリーを開発できたとかということで、どんどん研究成果を上げていっていただいております。他にもあります、貴金属を使わない触媒であったり、あと文系ですと、このドラコロワを通じてダイバーシティ、ジェンダー問題の新しい切り口を見つけたとか、
そういった面白い研究内容もございます。こちらですと、なんかボストン美術館で新しいものを見つけ、古いものを見つけたということですかね、というようなことで、こういったこと、これ一例ですけれども、いっぱい成果も学生さんたち出して、私たちも情報を提供していただいております。それから受賞もですね、いろいろな学生さん受賞をすでに、しておりまして、こちらですと墨星女性研究者奨励賞とかですか、他このようにですね、いろいろな学協会の賞を、いただいているということでございます。で、規模感を持ってあらゆる分野、30年後の世界を牽引する GX 人材を輩出するということが私どもの目的でございまして、今言った社会発信ということを考えますと、今やったこういったこのコンテンツ、我々そのいろんなもの、さっきの機関講義なども作って、そしてやってます。まずこれは学内の、まずはその GX 生のみに使われるものなんですが、そこから編集して、一部分はやっぱり社会に貢献するということで、大学の支援を受けまして、GXYouTube チャンネルと、スプリング GXYouTube チャンネルというのも作りました。で、それで次のページかな。本当に6月13日ですから、数日前ですけど、先ほどの講演ですね、それを YouTube チャンネルで見れるようにしましたので、その一部分ですけれども、先ほどは3分ですが、実際は1時間、数十分やってますので、それをちょっと短くしたものを、もう後で QR コードでアクセスしていただければ、続々と見れるようになりますので、ぜひぜひ学生さんのセルフプロモーションビデオとかもですね、見ていただくことできますので、ぜひぜひ学生の博士の学生さんたちの元気な姿を見ていただけたらなと思っております。はい、以上になりますけれども、私もはですね、30年後の世界を牽引する GX 人材のネットワークを作りたいと。まず大事なのはですね、一番GX という言葉は最終形態なんだと思う、最終的なところだと思うんですけども、まずは博士の学生として深い専門性、学問を我々は継承、人類の培ってきた学問を継承するという任務と、それを進化させる、進化というのは新しく進めるというのと深く進めるという2つの意味でのデューティー、ミッションを持ってますので、それをする。その上でいろいろな分野との人間との関わりによってですね、本来我々がその人類として持つべきミッション、要するに将来の人類にですね、今の地球をよりよく管理して渡していくということをできるような、そしていろんな問題に対峙できていくような学生さんを育成していきたい、そのための GX の人材ネットワークを作りたいというようなこのプロジェクトの目的でございます。長くなりましたけど、このプロジェクト始まったばかりで、これからもっともっと展開して大きくしていきますけれども、ぜひぜひご支援をいただきたいということと、私どもの大学のみならずですね、博士課程の学生へのですね、支援というんですかね、お金だけの支援ではなくて、理解といえばよろしいんでしょうか、博士に行くと就職がないとか、そんなことをもう思ったりすることもあるのかもしれませんけど、決してそんなことはありません。そんなことは全くないんですね。なんとなくムードだけだったのではないかと思います。そんなことはなくて、博士の未来は非常に明るいし、またその博士の学生さんたちに、我々たちどもの将来は任せているのではないかと私自身も思っておりますので、ぜひぜひご支援いただければと思います。はい、長くなりましたけど以上でございます。